で、やっぱこう、徹夜でゲームするとですね、あれでじゃないですか、顔の脂がね、すごく出るわけですよね。まあなんか、ジャリズムの山下さんが顔の脂で、ね、脂取り紙を取って、ね、それで燃えるか燃えないかってやってたんですけどね、それより強い頭の脂でね、僕はちょっとやってみようかなと思うんですよね。これ油取り紙。ね。でも頭すごい、多分ね、油出てると思うんで、ちょっとね、やってみたいと思います。うわ、すごい。ねえ。すごい。べっとりだろ、これ。ほら。それだ、これ。楽勝に行くだろ、これ。楽だろ。ああ、楽勝だろ、俺。全然楽勝。ほら。ね、もう完璧に、ね、いっちゃいましたからね。これをですね、燃えるか燃えないかってね。おお、燃える燃える、すげえ燃えるやん。おお、バカすげえ燃えた。今日は何をするかというとですね、簡単にできるストレス解消法なんですね。これをですね、今ちょうどいいですよ。今ストレスちょっと溜まってますんで。そうですね、やってみたいと思います。ね、まず用意するのは、ペンですね。ペン。あと、画用紙。こんな感じでね。まあ、色付きでも白でもいいです。これをですね、用意いたしまして、まあ、簡単にできる感じでね、こう、貼っていただきます。ね、こうやって壁に貼っていただきまして、この用意してるペンでですね、その時の、ストレス、腹立つ気分をね、思い出してください。で、思い出したと思って、その、あー、ストレス溜まった、あー、ね、これでですね、ストレス解消ということですね。で、できたこの絵を、誰か買ってちょうだい。買ってちょうだい。ノルマちょうだい。ね、一石二鳥ですよね。いや、どうもどうも。ね、ハリウッドダゴ、嘘、それは嘘でして、ハリウッドダゴ賞でございますけどもね。いやー、あれだね。今日はジメ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 して、どうしようもないね。あれだな。こんなジメジメしてたら、あれだな。ナメクジが出てくるね、こんなって。鼻くそほじってたら、ナメクジが出てきたみたいな感じだろ。ね。うまい！ね、座布団1枚みたいな感じですけどもね。今日ね、そんなジメ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 してる中ね、ビデオカメラをですね、ちょっと新しいの買おうと思って、ね、電気屋に行ったですよ、ね。そしたらね、もうあれだねと思ったね、あんだけ、もうがっつり店員が横にもうついちゃって、どうしようもないね、あれね。なんなんだ、あれと思ってね、もうぴったり。もう、俺がもう、俺がね、ここにいるとしたらもうぴったりくっついちゃって、ほんとどうしようもない。俺が横行ったらもう横ぴったりくっついちゃって。ねえ。何かお探しですか？お探しじゃねえよ。お前がこんな横にお前行って気持ち悪いよ、バカ野郎と思ってね。ぴったりくっついちゃって、どうしようもない。こんなぴったり。ね
お探しでしょうか。何かお探しじゃねえよバカ野郎お前。何なんだよお前、そんなびっくりするじゃねえかお前。お前なんだお前、グラディウスのお前オプションかバカ野郎。それかお前か影マンか、影マンの影かバカ野郎。ねえ、言っとるんですけどもね。あれだな、あんなお前ぴったりくっついたってお前買うもんも買いやしないよバカ野郎お前。おう。あれだね、本当にそのジーパン屋とかもね、ジーパン屋とかなんだ、服屋、よく大阪にいた時、アメ村の時も、もうがっつり、横に疲れてたね。あれはちょっと買う気失せるね、うん。本当だよな、あんだけぴったりくっついてたら。嫌だな、うん。中華屋ってなんかいいね、あんまり客いない。店員がいないっていう店も嫌ですけどね。うん、これ欲しいのに全然いねえ。おい全然いねえじゃないかお前。なあ、なんだったらお前お客さんに言っちゃったみたいな感じですよ。うん、これ欲しいんですけどってお客さんに言っちゃったっつってね、店員がいなさすぎてっつってね、言ってんですけどもね。なあ、あれだな、あれがあれであれなんだよな結局な。うん、結局そうはあれだ。うん、あれがそうで、そうがあれなんだな。うん、っていうわけでね、もうジメ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 しちゃってどうしようもないって話ですよ。うん。